じゃあもうね。じゃあ行くね。喧嘩しないのよ。ラブちゃん。ラブちゃん。じゃあお兄ちゃん。お兄ちゃんにね、特訓しないの、特訓ないね。ほら。いやって言ってるよ、ほら。ほら、怒ったよ。ダメだよ。ラブちゃん。遊びなの、それは。遊びなの？遊びなの？本気でやられないように気をつけて。うん。よく偉いね。ねえ、ちゃんくん。やめなさい。しょうくん。しょうくんはうちの中。ねえ、ねえ、ねえ。ちょっと後ろ資源ゴミだな。ごめんね。
ラブ君シオン君に関しては、あと5日で年末今年最後の譲渡会に行くということです。5日前ですので結構心の準備等しないといけないんですが、いろいろバタバタして、ちょっと忘れていたのと、まあちょっと慣れてきちゃったね。次は3回目になりますので、この子たちも少しは愛嬌が出るかな。ほら、台所で踊っちゃダメでしょ。はい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 、はい、軽やかに逃げてきました。あれ、ラブちゃん、いたずらは相変わらずいたずらっ子で、今回は、そうですね、チェック済みのところという意味では去勢済みというところにチェックが入ります。去勢を済ませて、まあ一説によるとおとなしくなるっていう話でしたが、まあシオン君の方は多少そうかなと思うけど、ラブ君は一向に変わりません。結構な運動量で、いたずらをたくさんします。まあそれも元気だっていうことでいいでしょうか。はい、シオン君、あとシオン君は、まあ去勢のせいではないんですが、最近なでなでが大好きになりました。はいはい、はい、シオン君の場合は里親さんのとこに行っても、遊びが過ぎるようだったらなでちゃえばこんな感じですよって言っていいでしょうね。ラブ君も なでなで好きなんですけど、まだ気持ちの中に遊び大好きっていうのがたくさんあって、ちょっとなでなでをしてもらった後は飛び出していくっていう感じが多いですね。あ、ラブくんおいで、ラブくん、おもちゃの音じゃないと引き寄せられないか。はい、ラブくん来た。はい、ここでどうぞ。はい、はい、もうちょっと、もうちょっといなさいよ、君が。あ、下も閉じてる。はい、はいはい。どうぞ。しおくんはまたこっから甘えるのかな。はい、おいで。君はご飯はもうそんなにガツガツしなくなったってこと？家猫なんですってこと？
っとするラブちゃんの食欲に追いついてきてませんよ君。はい、しょうがないですね。はい、しおんくん、しおんくんおいで。もうちょっと周りが強くなってね。よいしょ。